今日の感想をまとめて1曲にしようと思います。即興で歌います。聴いてください。極刑。僕の家から繁華街へ向かう道とは真逆の方向、普段行くことはないけどたった一つ理由があるんだ。この一杯を食べるために坂を登り汗をかいて並んで、その先に待ってる鳥を極める、そんな味がこの一杯に宿ってる。お箸が立つぐらいの濃いスープ飲んでみなよ。飲むというよりむしろ食べると言った方が近いかもしれません。おいでよ極刑に、極刑にOK になるよ。胃も心も満たされてまた来たくなる、そんなお店さ。おいでよ極刑に、極刑に、ずっと前から来たかったんだ。また来れる日を心待ちにしております。ごちそうさまでした。何度も来ているお店ですが、今日は初めて赤ダクを食べたので、赤ダクを食べた感想をね、即興で歌おうと思います。聞いてください。赤ダク。ヤンキーが怖いと思っていたら、落とした消しゴム拾ってくれた時みたいに、怖そうな見た目、辛そうな色が、食べるのをためらってしまうようだけど、ひとたび救えば、ひとたび食べれば、そんなに実際辛くないよ。でもちょっとわからんよ、その辺は気にしないでよ。でもやっぱり食べれないほどじゃない、ちょうどいいよこの辛さが。赤だく赤だく、一度は試してみなよ。怖くたって大丈夫、そんなにヤバいやつじゃないよ。色に騙されるなよ、ちょうどいいうまさ。赤だく食べてみなよ、食わず嫌いは良くないよ。食べてみてください。今日は高安さんにお邪魔させていただいたので、高安さんにお邪魔させていただいた感想を即興で歌います。聞いてください。高安、いけんのかな。僕らの青春がこのお店には詰まってんだ。友達と夢を語りに来たのも何回やっただろう。彼女に振られ落ち込む俺を高安行こうと誘ってくれた。あいつの話は今度は俺が聞いてやるよ。うまいラーメンと渋い話、渋いラーメンとうまい話、どっちもいろいろあったけれど、俺らのテーブルの真ん中いつもあったのは数字ラーメン。ないときゃ普通でもうまいんだ。カレー味の唐揚げを食べながら微笑む。また来ようよ、また来ようよ、思い出が詰まるここへ。いつだって空いてんだ、うまいラーメンが僕を待ってる。何度だって行きたいよこのお店に。
超えない限り、この街が僕を超えない限り、そんなわけないさ、ずっと僕のナンバーワンなんだ。ごちそうさまでした。ラス。うまい。今回緑地庵清水さんにお邪魔した感想を、一曲に即興でまとめてお届けしようと思います。聴いてください。コンペと。街に暮らしてると、いろんな歴史が詰まってる。日本47都道府県の中でもトップクラスの歴史が、いろんなストーリー僕の生まれる前から紡がれてるんだ。でもそのほとんどは不運とか弊とかで終わるようなものばかり。体験できるそんな歴史なんてなかなかあるものじゃない。文字だけや話だけで終わる歴史ばっかりな中で、こんな風に食べれるヒストリーはここがしかないよ。そうコンペイト、コンペイト、とてもエモーショナルなおかしさ。そうコンペイト、ソンペイト、見た目をなめんじゃねえよ。その小さな粒の中に込められた生徒涙の結晶が、僕らを次の時代まで連れてってくれる。So compete, hey, 次の視点へ。コンペイトでした。ありがとうございます。この緑地庵の息子さんからね、6代目というお題をいただきましたので聞いてください。6代目。コンペイト屋の息子と聞いたら思うはずさ。和服を身にまとって、だいたい縁なしのメガネしてるようなもんさ。そうじゃないよ、モンクレール着てんだ。一回見てほしいくらいさ、おしゃれな髪染め方。やっぱこうでなくちゃ六代目は、新しい時代を作るには新しい風吹かなきゃダメさ。新しい時代を作るには新しい風入れなきゃダメさ、六代目。かっこいい。深川さんにお邪魔して、いろいろお寿司をいただいた感想を、即興で一曲にまとめてお届けしようと思います。聞いてください、深川。僕らはいつの間にか
忘れてんだ子供の頃にあったワクワクをいろんなことを知りすぎたせいで当たり前になってしまってんだ初めて行ったテーマパークや初めて見上げた花火のように感動することなんてあんまりなくなってしまったけどここにはまだあるのさ新しい発見や感動が食べたことのないような組み合わせ美味しいのさその全てがコスパなんて言い出したら良すぎるくらいの味が押し寄せる操作一貫一貫積み重ねる最高のフルコースこの国に生まれてよかった日本に京都に深川に来れてよかったと思えるそんな時間を過ごせる緩やかな昼下がりそんな最高の時間をこんなカメラの向こうモニターの向こうで終わらせるなんてなんて残念な話なんだいいから置いてよ深川に深川に大変美味しかったです。ごちそうさまでした。今日の全体の感想を歌にします。聞いてください。今日の全体の感想。東京に行くことになりますと、おかんに言ったのはもう何年も前で、このお店のすぐ近くのちっちゃい一軒家、夜中になって明かり灯して本当に大丈夫なのと聞かれた。なんとかなるさ大丈夫だ、音楽なんてやってみなきゃわからないよ、試させてよ、そう言ってなんとかやってきたんだ。今こうやって僕は帰ってきたよ、ホームへ、ラーメンがうまいこの街へ、何度だって帰ろうって心に誓っているのさ。東京がどんなきらめいたってこのラーメンの艶に勝てないって僕は知ってるんだ、だから甘い誘いには乗らないよ。タワーマンションがなんだくだらねえ、でっかい海がなんだ知らねえよ、そんな戸建ての高いマンション住んでもしょうがないだろう。ラーメン食うのに3時間かけてくるのかよここまで、だから俺は京都が好きさ、また食べに来るよこの味を。あとコンペイトーもうまいよ、あと二条城もよかった、また来ます。あざした。あのちょっと申し訳ないですけど、あの今日の感想をまとめる歌歌ったんですけど、あのお寿司屋さんを完全に抜けちゃって、なんかお寿司めちゃめちゃ美味しかったのに、お寿司あんまりだったとかじゃないんで、本当になんかなんて言ったんですかね、ちょっと緊張しちゃって。お寿司めちゃめちゃ好きです。あの絶対行きます、すいません、あのよろしくお願いします。また申し訳ないです、本当に気をつけます、すいません本当に。